こんにちは、ウィルツァーです。今回はですね、長崎空港発着の格安航空券についてご案内します。長崎空港からですね、プーケット往復チケットが27,200円から、まあこれ最低価格の時なんですけどもになります。空いてればお取りできます。実際の価格です。で、その他費用、燃料サーチャージ、空港税等々が、現状でですね21,270円ですので、合計しても5万円切るんですね、長崎から出発で。で、これにですね、これ航空券の部分なんで、ホテル、プーケット格安なホテルたくさんありますんで、それと、例えばご不安な方は空港ホテル間の送迎ですね、往復送迎をくっつけると、もう通常のフリープランと同じになるんですね。なので、こういうディスカウントチケットを使ってフリープランも作ることもできますし、自由旅行がお好きな方はこれを使って、現地行ってから、ご自身で楽しまれる方もいらっしゃると思います。とにかく安い航空券早めに頼めばありますんで、ぜひご利用ください。よろしくお願いします。